気をつけるっていうより食べるものに問題があって臭くならないです。なんでこんな患者さん多いなって思ったんですよ、うん、あ、わかる。曇っちゃうね。わざわざ友達同士でありがとうって言わないんですよ、うん、寝れません。みなさんこんばんは、じいちゃんです。じんです。今日は何でしょう。日本に住んでる韓国人が常に気をつけていることについて説明をしたいと思います。今ちょっとご飯食べてコーヒータイムなんですけど、コーヒー飲みながらゆっくり話をしてみたいなと思います。普通にへり下った感じで、うん、いや違う、日本間違っちゃった、砕けた感じで話をしてみたいと思います。別にへり下ってないですよ、正直に話をしてみたいなと思います。特に気をつけているのってすぐ思い出したのがニンニクの匂い。あー、わかる。で、気をつけているって言いながら特に何かをするわけじゃないんですよ。最近コメントを見るとそういうのあるんですよ。韓国の方って結構ニンニク食べてるのに、実際自分がお会いしてる人とか会った時に一回も臭いって感じたことがないから、うん、なんかやってるのかなっていうのがあって、うん、私逆に韓国では何もやったことなくて、日本でなんかたまに会社とかでブレスケアっていうやつをたまに飲んだりしても消えないんですよ、うん、自分でわかる？わかる。もう、うん、ゲップゲーってやるとわかるの、すぐわかるんですよ、うん、気をつけるっていうより食べるものに問題があって、皆さんよく昼からなんか餃子食べないとか、しかもなんか会議があると夜も餃子食べない、ニンニクキムチ食べないとかいう人多いんですね、うん、でも大体韓国の熟成したキムチってニンニク自体の辛さもほとんど抑えられてるので臭くないんですよ。日本のキムチは少ししか入ってないんだけど、でも逆にニンニク臭かったり感じたりっていうのがあって、韓国ってナムルとか以外はニンニク大体熱を通してるんですよ。熱を通すとどうなるかっていうと臭くならないです。で、皆さん餃子とかどうやって作るかっていうと、野菜とかひき肉とかニンニクとか生で外だけカリッと焼くっていう感じで、中は本当にちゃんと火が通らない、まあ通るけどニンニクの辛みは残りつつ匂いはそこまで消えないんですよ。そうです。だから逆にニンニクの方が残るんですよ、私が食べてみても、うん、でも韓国あらゆるものにニンニク入るんですよ。スープとか炒めるものとか、すごい、まあキムチチゲすごい大量に入れても臭くならない理由がそこです。だから私特に気をつけてないのに気をつけているのがニンニクの匂いです。あと次が天気、これって個人的な意見かもしれないですけど、日本って天気予報が合わなすぎて、しかも合わないだけじゃなくて曖昧な表現してるんですよ。いつも朝ジップのアスカちゃんがいつも言ってるのがいや100日欠席のアスカちゃんじゃないよ、汐留のアスカちゃんはいつも今日は雨の心配失敗があるでしょう、夕方にかけて一部東京一部の地域では雨がばらつくところがあるでしょうとか、あー、わかる。で、降水確率が 30%、40% なんですよ。韓国で 30%、40% って降らないんですよ、基本。そんな降らない感じがして、日本は降らない時も 20%、30%、 降ってる時も 60%、 なんか高くても 80% みたいな、こう曖昧な間通ってるんですけど、韓国は本当0とか100とかあるんですよ。前の韓国の基礎情報誌アナウンサーとか言うときに今日は 100% ですっていうのが何回も何回も私聞いたことあるんですけど、日本はそういうのがないからさ、だからいつも雨の心配はなさそうですって言いながら雨降ったりするのも結構あれば、雨が降りますって言ってもなんか傘いらなかったりとか、皆さんなんか傘持って出勤してる方多いのに雨降らなかった経験ないですか？なので天気予報に関係なくて小さい傘を持ち歩くようにしてます、私は。だから、うん、そうね、バッグの中に日本のいいブランドあるんですよ、モンベルっていう、まあ山で使える、山って私テントワーク好きなんですけど、うん、テントから雨結構降るんですよ、山だから。まあそれ仕方ないじゃん、天気が崩れやすいから。で、小屋のトイレまで行くのに 100m とかあるんですよ、 50m とか、うん、で、ここ歩くのにびしゃびしゃだからたまに傘必要なのね。そうね、歩くのに全部びしゃ濡れするよりはちっちゃい傘、なんか 100g もしないのね、うん、めちゃめちゃ軽いよね、超軽量のやつがあって、いま、うん、だに何年使ったりして、ちょっと糸が少しほつれてるところあるんですけど、でも全然使うところに問題なくて普通に使ってます。あとはマスクですね。これは特に今のコロナとかの問題じゃなくて、日本って昔から結構私思ったのが、なんでこんな患者さん多いなって思ったんですよ、うん、あ、わかる。韓国でマスクをかけてる人ってほんといないんですよ、昔。まあ今は結構いるけど、そう、私韓国から日本に来る時にもう微細ぼこりとかっていう話なかったんで、 PM2.5 とか春の時に黄砂っていうのがあって、それは日本にもあるので、まあそういう時にマスクかけたりする人はいるかもしれないけど、私だからマスクかけたのって本当に子供の時に綿の布の
のマスク、お母さんがいつも風邪予防で、かけてくれたやつと、軍隊で防毒マスクをかけたぐらいしかないですよ。本当にかけたことがないんですよ。でも日本はなんか日常的にかけてるじゃないですか。逆にそれをしないといけないなっていう、自分も自分自身をもう少し愛するようになったっていうか、ちょっと予防するようになったんですね。なので人が多いところに行ったりとか、電車乗るときとか、あと自分が調子悪いときは、相手のためにでもこう咳が結構出るときはマスクをかけたりしてるので、ね、マスクをかけるようになりました。ただメガネが曇っちゃうね、曇っちゃうね。皆さん分かると思うんだけど、メガネが曇っちゃう。これマジでなんか誰かが開発してくれないかな。なんかいろんな方法、また皆さんなんかコメントでこうやれば曇らないよって言う人いると思うんですけど、私ね、メガネ歴30年までいかないけど20何年ですわ。分かるよ、そのぐらい。何でもやってみてるよね。何でもやってるんだけど、一番いいのってやっぱりこう、ここだけ角つけて 67.5 度ぐらいにきつめで角度1個だけ入れて、ここから あの臓器が出るようにすれば、こっち曇りにくくはなるんだけど、うん、でもこれも自分がちょっと早歩きして息が荒くなったりすると、これも仕方ない、うん、あと挨拶ですね。あと韓国って挨拶適当にやらなくていいんですよ、正直。コンビニ入ったりとか帰る時とか、うん、人に会ってなんか物もらったりとかも、わざわざ友達同士でありがとうって言わないんですよ、うん、普通言わないし、ありがとうよろしくすいませんって言わないんですよ、基本的に。人通る時も普通にこうやればいいんですよ。こうやって通るとか、エレベーターの中もそうだし、日本って自分が悪いことしなくてもすいませんっていうのも定着してるじゃないですか。相手を配慮しているっていう気持ちがあるから、まあ、それに合わせて、これはまあ合わせるべき、まあ、当たり前なんですよね。日本の法律ではないんだけど、そういう文化に今従って行動する、まあ、日本の中の社会人ですから、私自国民から見たら外国人かもしれないけど、日本の中っていうこの社会のプロセスの中で同じく働いている同じ社会人ですから、まあ、そういうのは守った方がいいなと思いますね。あと次が終電。韓国でも終電が気にはしてたんだけど、日本ってだから今日の主題って常に気をつけていることっていうことで、韓国はたまにこう逃したりしても、友達と同じ方向だったら一緒に乗るし、そんな高くないんですよ。もちろん割り増しあるんですけど問題ない。そしてあともう一個韓国がいいところは、24時間の居酒屋とかチンジルバンとか、あ、PC、ね、あのネットカフェとかすごい充実してます。日本ってカプセルホテルとかあるじゃないかって言っても安くて2、3000円ですよね。で24時間やってる居酒屋とか、一人なんか安いところ、まあ、どこあるんだろう、鳥貴族とか、うん、行っても2000円はかかるんですよね。しかも朝までやらないところ多いじゃん。でも韓国は本当にコンビニの前の椅子だけ座ってて、一人で焼酎ちょっと飲んだりしても500円かかんないし、ネットカフェ1時間で本当安いんですよ。100円もしないところもあるし、そうナイトパックとかもっと安い。だから夜更かししても1000円みたいなもんですよ。もちろんあの最近だからその値段は上げないで、時間の値段上げないで、食べ物を売ったりすることで、結局売り上げ全体を1人当たりなんか1000円とか1500円とか取るようにはなってるんだけども、日本に比べたらもう安すぎて、日本って結構静かにしないといけないみたいな感じで、もう1人でくつろげるからいいなっていうのもあるんですけど、韓国のネットカフェはちょっと違うよね。なんかパチンコみたいな感じで考えればいいんですけど、パソコンがあるパチンコって考えればいいんですよ。パチンコの席の3倍ぐらいの席はあるんですけど、でもいいですよ、すごい綺麗だし、トイレも綺麗だし、タバコも吸えないんですよ、匂いもつかないし、椅子も楽だから、そう明るい感じあるよね。だとあそこ行くと面白いゲームありすぎて寝れませんだからそれで朝5時までとか待ってて、始発乗って全然問題ないし、で日本はやっぱり高いのでね、あと他の人がもう私が言わなくても言ってくれます。もうそろそろ帰んなきゃとか言ってくれたりとかするんでそう、ね、あとちょっと余裕を持つようになったんで、終電まで飲んだりするのはちょっと最近はないのかなと思いますね。その次がちょっと財布を持ち歩くようになってます。持ち歩く、はい、あの韓国も正直法律的に、例えば運転免許証って持参しないといけないんですよ、うん、ただなければ紹介してくれるんですよ。あ、ちょっと持ってないですって言ったらユーズが聞くんですよ。あ、じゃあちょっと住民登録番号言ってくださいって言ったら、うん、あ、免許持ってますねみたいなすぐ分かるんですけど、日本ってこれは私は捕まったことないんですけど、所持しないと罰金がいくらだっけ、高くて多分罰金もあったような。あとあの外国人は多分、まあ、韓国人だけじゃなくて、まあ、在留カード、自分がどういう資格で日本にいるのかっていうのが証明できないといけません、うん、なのでまあこんな感じでいいですよ。皆さんあの韓国に観光客で行った時に、万が一のためにパスポート持ち歩く人多分いると思うんですね。まあそれ忘れるからホテルに置いていくっていう人もいるんですけど、正確に言うと持参するものなんですね。だからそんな感じで、あのいつもあの在留カード持ってますよ。あと あのいつも停止を求められるんですね。日本の場合身分証明書って言われるんじゃないですか、うん、例えば運転免許証とか、まあ、最近はあのマイナンバーカード、あと両方私もある
ですけど、出したら絶対言われるのが在留カードくださいとかこう言われるんですね、いろんなところで。なので在留カードがないと性格ができなければ、いきなり警察になんかこう検問された時に提示ができないといけないので、それをいつも持って歩くようにしています。なので私のポケットはいつもでかいよ、ちょっと小さくて、男性がなんかお尻とか入れてもお尻のラインが死なない、なんかいい財布があったら皆さんコメントでおすすめしてください。男性の方じゃなくても女性もね、男性ってこういう財布持ってったらかっこいいよっていうのがあったら来てください。あとはね、あと調子に乗らないことなんですけどこれどういうことかっていうと、わかります？うん、なんとなくわかる。私韓国から来て調子に乗るの好きなんですよ、いい意味で。ちょっとある意味で大阪人に似てるかもしれない。大阪人をバカにしてるわけじゃなくて、私は大阪人好きです。そこは誤解しない、はいはい。例えば何々かをしたいですみたいな感じで、まあ言ったとしましょう。自分がアピール別にしてるわけでもないけど、でもそれを聞いて、それに少しでも興味をある人が私に好感持つわけじゃないですか、うん、あ、それこういうのいいよ、ここ一緒に行くかみたいな、まあ、ぜひぜひみたいな感じでこう話すんですよね。でぜひ一緒にいつか行きましょうみたいな。でもこれで気づいた方がいいよね。ぜひいつか気が向いたら、時間が合えば今度行きましょうっていうのは、大体日本って何も意味がない、ソウルが少しもない嘘の人生ですよね。でもこれに調子に乗っちゃうんですよ私。本当ですか、じゃあいつかいいですか、来月の日曜日どうです、いやもちろん断られる。でそのじゃあその来週はどうですか、じゃあ私から連絡しますっていうことでバイバイするとどうなるかっていうと、来週また連絡して、あの連絡待ってるんですけど連絡ないんですけどどうですかみたいな感じで言うと、ちょっと忙しくてとか、じゃあいつがいいですかって言ったら、まあ、ここから2ヶ月ぐらいは予定がびっしり詰まってるんでとか言うんですよ。なんか芸能人かよと思って。でもそこまた突っ込むと絶対ね、あんまり良くないんで、うん、そういう調子に乗っちゃう、はい、私乗り物メリーゴーランドとかもダメなくせに、そういう調子っていう乗り物は多分日本一乗る自信あります。なのでそれは常に気をつけてます。特にあの近い人とか会社の人とかは気をつけていて、うん、だから仲良くなるのって難しいよね。自分から誘うっていうのが怖くなっちゃった。皆さんはどうかな、皆さんもそう思ってるのかな、日本で生活しててなんかうまい誘い方あるんですかね。今はまあ YouTube やってるし、まあ、自分がもう言いたいこと言えばいいやと思って、今はフリーなんです。今はだから逆に楽、うん、いやだったら見なくていいじゃんみたいな感じで、釣りとか別に連絡来たら今度行こうよみたいな、バンバンこうやってあの言ってて、次もあの視聴者のあのおじさんとあの私一緒に行くんですけども、うん、そうだから調子の乗り方が同じぐらいの人がやっぱりいいなと私も思う。でスピードで言うとですね、私がこの調子の乗り方はもうドドンパなんで、同じぐらいのスピードを本当募集してます。あと次がタイの、タイの、うん、これビザの維持のためにでもいつも気にしてるのがタイのですね、韓国は勝手にお金がなくても引き落とされてマイナスになっちゃう通帳があるんですよ。なんか視聴者から前にコメントしてくださってて、日本のマイナス通帳がたくさんある、あ昔あ今もあるなんかあるっていう話があって、あった方が絶対楽じゃないですか。あの借金になっちゃうんでそれは仕方ないんだけど、滞納することはないじゃん、うん、でも日本はなんか金額足りなかったら滞納されちゃうし、あとは振り込みっていうのも自分でなんかこうわざわざすごい手間かけて自分が手続きしないといけないんじゃないですか。だからコンビニで払ったりとかっていうのもあって、それ忘れてしまいがちなので、で私1回でも滞納があると、ビザの更新が難しくなっちゃうんですよ。だからいつも考えてるのが、まあ、私みたいな外国人は、まあ、滞納しないように、これはまあ別にあの強制的な法律がなくても、まあ、もちろんそうやるべきですね。あとは値段ですね。この値段が韓国は全部内税なんですよ。で日本は外税じゃないですか。なんか税込み税抜きっていうのが書いてあったり、あと奉仕料が書いたりサービス料が入ったりとか、お通しとかお店だと、だからなんかいろいろついちゃって、結局お店とかで1人3000、4000円ぐらいでお酒飲めると思ったところが、いきなりなんかすごい高くなったりとかすぐに、ね、なんかスーパーとかも1個1個普通に買ってたらいきなりバーッと上がったりするんで、ちょっと常に気をつけてます。あと最後はリョータですね。あのどういう意味かというと、まあちょっとヤンキーっぽい人、今までなんかめんどくさくなったわけではないんですけど、なんかどうしてもね、あの目つきが怖かったりとか、あとなんかやられそうじゃん、だから怖いっていう意味よりはめんどくさくなりそうな人はちょっと避けるようにしてます。ちょっと嫌な思いをしたっていうのが あった電車とか、ちょっと観光人っていうだけでもなんかちょっと差別発言されたりとか、いろいろなんか言われた経験あるんですけど、それはまた別の動画で、説明をしたいなと思います。で、りょうたって
っていうのは本当にまあ見た目だけだったら別に問題ないと思うんですよ。まあそういう個性聞いたあの見た目で優しい人とかもたくさんいますし、中でも私が言ってるのは本当に危ない人っていうのは面倒くさくなるので気をつけるようにしてます。で、前に若い時はやっぱりこうお互いになんかこう喧嘩し合ったりとかっていう場面があったんですけど、でも日本に来てみんななんかこう避ける人多いんじゃないですか。日本もそういうところはちょっと学ばせていただいたんで、あの我慢したり気をつけるようにしてます。高評価そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、今日は日本に住んでる韓国人が常に気をつけていることについて話をしてみました。また皆さん何か聞きたいのがあればコメントで教えてください。で、私はぴょぴょぎがいつも YouTube を見すぎるんじゃないかっていうところも気をつけてますよ。ぴょぴょぎ挨拶、皆さんあんにょん、ぴょぴょぎバイバイバイ、ぴょぴょぎバイ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 、ちょっとね本に夢中でした。皆さんありがとうございます。